本日は銀ツアが何を買うか決めるとともに、相川翔とニャンチュの座談会を行いたいと思います。それではルーレットを引いていきます。銀ツアは2000円のイヤホンを買います。プラス相川翔とニャンチュの座談会を行いたいと思います。ねえねえ翔さん、翔さんの好きな動物は？俺ねカブトムシ好きなんだよ。じゃあ好きな食べ物は？カツオ節だよ。本日はご乗車いただき誠にありがとうございます。